ここから、比較の文という項目に入ります。比較級、最上級という言葉が出てきます。二つ以上のものを比べて、どちらの方が大きい、とか、どれが一番大きい、などという意味の文です。早速、例を見ていきましょう。まず、復習。ケン・イズ・トール。ケンは背が高い。この、トールは、形容詞であることを押さえておいてください。さて、この文に対して、ケン・イズ・トーラー、残愛。これが、今回紹介する文です。訳は、ケンは私より背が高いです、となります。このように、何々よりどうである、という意味の文を勉強します。Ken is taller than I. Ken is taller than I. この、トーラーを、形容詞の比較級、と言います。トールに ER がついた形になっています。この、残は、何々より、という意味です。後ろに、何と比べるかを書きます。この場合は、私と比べています。このように、比べるときは、形容詞を、比較級にしないといけないのです。つまり、ER をつけるのです。この、比較級に対して、この、元の形を、形容詞の原型、と言います。この、ER の付け方にも、少しルールがありますので、参考書などで確認しておいてください。また、この、段の後ろは、この文のように、代名詞を置く場合は、比較の代名詞にしてください。me とか him ではいけません。次に、一番大きいとか、一番長いなどのように、一番何々という意味の文を紹介します。最上級の文と言います。例文。Ken is the tallest of the five.ケンはその5人のうちで一番背が高いですという訳になります。Ken is the tallest of the five.Ken is the tallest of the five. この of は何々のうちでという意味です。ここはトールの後ろに est がついています。このように形容詞に est をつけた形を形容詞の最上級と言い、訳は一番何々となります。最上級の場合には形容詞の前に座をつけるという規則がありますので注意してください。では、早速、比較級や最上級において誰の方が背が高いかとか、誰が一番背が高いかと尋ねる文を紹介します。Who is taller, Ken or you? Ken とあなたではどちらの方が背が高いですかという訳になります。Who is taller, Ken or you? Who is taller, Ken or you? 答えは I am 私です。などとなります。コンマが入ることに注意してください。最上級の方では、Who is the tallest of the five? その5人のうちで、誰が一番背が高いですか?という文です。Who is the tallest of the five? Who is the tallest of the five? 答えは、ケン・イズ、などとなります。さて、この文、The book is good. この本は良いです。この good という形容詞の比較級は、er をつける形にはなりません。
ベターとなります。不規則変化するのです。The book is better than that one. その本は、あの本より良いです、という意味です。The book is better than that one. The book is better than that one. Good がベターになっています。この、one は、もの、という意味で、ここでは、本のことを表しています。このように、同じ名詞を繰り返す場合に、that one のような言い方がよく使われます。次に、good の最上級は、best になります。The book is the best of the three. その本は、その3冊のうちで一番良いです。という意味です。The book is the best of the three. The book is the best of the three.このベストが、グッドの最上級です。座をつけていることに注意してください。他にも不規則変化する形容詞がありますが、数は少ないので出てきた時に覚えていけばいいでしょう。ここまでは、形容詞の比較級、最上級の解説でした。次のページで、副詞の場合を説明しましょう。